おはようございます、しのこです。新企画、その名も R100。 もともと P マートで R30 っていうものがあるんですけども、レギュラーボーナス30回引きましょうと、特別版というか拡大版、3日間でレギュラーボーナス100回引きましょうという、結構ですねハードな企画となっております。なんでレギュラーボーナスかっていうと、結論から言うと勝てばいいんですよ。たまにビッグボーナスがめちゃめちゃ引いて、ビッグの引きが良くて勝ってる台ってあるじゃないですか。でもそれって本当にいい台なのっていう。でもレギュラーボーナスをいっぱい引ければ本当にこれはいい台なんだ、あ、ここの店結構使ってるなっていう、来やすいじゃないですか、お客さんも、あ、ここ勝てるなっていう、それをの、まあ、証明です、証明書です。まあ、正直かなりしんどいと思いますね。3日間開店から閉店までジャグラーを打ち続ける、レギュラーボーナスを引き続けるっていうことなんで、まあ、体力的にも精神的にも、まあ、いろんな負担があると思うんですけども、営業さんから小籠包他のやつじゃ無理だ、お前じゃないとできないんだって言われまして、いい気分になっちゃいまして、2つ返事ではいと。今こうやって冷静に考えると、お前にしかできないんじゃなくて、お前にしか頼めないっていう意味合いだと思うんですよ。そんな3日間開店から閉店まで。あとですね、作ってくれたんですよ、やるって言ったら。これ R100 ちょっとこんなのも作ってくれたんでね、本当にもう気合い入れて頑張るしかないなということで、明日から3日間やるんですけども、場所が、北九州空港方面の店舗さんということで、まあ、今から前乗りして、でホテルでぐっすり眠って、早めに寝て、テカるイメージをイマジネーションして、明日に備えてちゃんとレギュラーボーナス R100 目指して頑張りたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。560人ぐらいいたんで、まあ、ちょっと後ろですけど、まあどれかには座れると思いますんで、とりあえず初日なんでスタートダッシュ切れるように頑張ります。おはようございます。おはようございます。ジャグラーの芝分かってるんですけど、あ、こっちから通るのね。まずゴスロ のコーナーから通らないといけないんだ。ここがジャグラー、ゴージャグで、隣がもう一個と奥がアイムなんですけど、あーやばい、角台取られてる、やばい、どうしよう。なんでだろう、角がすごい人気あるな、マイジャグ。ここでいっか、内角ここにします。はい、ではマイジャグラー方ですね、R100 初日一発目、まあ、目標30回かな、レギュラー。一応ですね、9万ユキチナインを連れてきたんで、とりあえず、1番ファーストユキチから行ってらっしゃいませ。よし、行きましょう。ここから長い長い3日間行きます。1打目ちょっと全然ここのお店詳しくはないんですけど、ほとんどの方がマイジャグラー4行って、もう8割ぐらい埋まってます。空きがもうほとんどない状態ですね。まあ、あとなんでマイジャグラー4かっていうと、とりあえず一番ね人気あるんで、まあ後からあんまり座れないというか、まあ、上も甘いんで後積もができない確率の方が高いかなっていう。まあ、アイムとかだとね、後からでも拾える可能性あるかなって、まあ、ちょっと甘い考えなんですけども、あると思うんですけど、マイジャグラーの場合はなかなか落ちないですもんね。落ちないというか、外見からじゃ多分わからないです。高設定なんだけど不発でやめて、でそのデータ見てね、やっぱり高設定だってわからないんで。2番セカンドユキチ君入ります。早い、補填ヒットでもいいから打ってくれ。2番ユキチ君、お、401ゲームですね。単独ランプは普通ですね。あ、はい、まず R1、 まず R1、 こっからあと99回頑張りますよ。もうこっからです。ちょっとつまずいたけどスタート。追加投資93回転ですね。今ベガランゾ、レンチャンせんぞ、ジャグレンせんぞ、ダメな台か、これは。お、光った。99、ギリギリギリ、とりあえず光りました。ギリギリやね、本当に。ランプは普通、
負けたいって残念がっちゃダメですね、はい、単独負け。いやこれでもね、この調子でいくと R100 の前に貧血でギブアップの可能性あるな。15本ですね。うわまたまた87回転持ちコイン単独負け。あ、よかった、よかったというか、よかったか、よかったね。はい、お、55ですよ、55。色は変わらず、あ、負けか、また単独負け。とっとー、しかも白プレミアム。お、よかった。お隣さんの、お隣さんの台を見てたら、おお、フリーズした。 5.7、 めちゃめちゃいい単独馬券、はい、172分の1、はい、単独馬、あ、ありがとうございます。ただのおじさんなんだよ僕も40なんだよ。3000回転で498ブドウ、 6.0、 やっぱ上がってますね。チェリー34、まあ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 って感じ。単独レギュラー333分の1ですね、9回なんで。まあ単独レギュラーが落ちてきましたね。とは言っても全然いいんですけど、まだ、まあ、このままだとちょっとやばいですね。まあ、ブドウがちょっと上がったとはいえ、まあ、もしかしたら中間ぐらいなのかなっていう気もしないでもないですけどね。まあ、4とか、まあ、全然4でもいいんですけどね。まあ、とりあえず今のところまだやめる理由はないですね。他がちょっと極端に悪いんですよね、チェリー重複とか。わあ、来た、やっと428。普通ですね、色は。おお、ああ、はい、チェリー化け。うわー、きついな。ちょっとまったりカードですね、ゴーゴーランプさんの方は。もうちょっとテンポアップでお願いしますよ。おお、テンポアップきた。11ゲーム。ここはね、でもね、まあ、色変わってないですけど、景気よくビッグで、あ、レギュラー回、レギュラー回。おお、来た、来かった。104ゲーム。おお、レインボー。いや、嬉しいね、素直に、素直に嬉しいです。この光り方はあれなんだ、変わるんですね。猫踏んじゃった。死にかけて蘇生して、死にかけて蘇生してみたいな。もうサイヤ人だったら多分めちゃめちゃ強くなってますよ僕。ギリギリ連チャン。おー、ビッグ。今の感触を忘れちゃダメだね。今のレバーを、このコインを10枚ぐらい握り込んでの、こうちょっと指はフレミングっぽい感じで、これいらん、いらん、3番サードユキチ入ります。おー、5000回転、ベル800、ベルじゃない、ブドウ815なんで 6.1。まあ、チェリーがちょっと落ちましたね、また36.2分の3で、タンバケが変わらないで、さっきと333分の1と、まあこんぐらい回せばある程度子役は信頼できるかなっていう感じですね。まあそう考えるとやっぱり、下はないかなっていう感じですかね。あー、光った、よかった。いくつだ、612。あー、よかったいや、よかった、よかった、よかった。ビッグでいい、もうビッグでいい。お、見えないよね、見えないよね。帽子だけ、帽子だけのやつです。初めて見たな、単独か。はい、いいよ、来たよ。一瞬分かんなかったです、ちっちゃいね、すごいね。
5-5 もチャンスもないからね、帽子だけで2連で終わりそうだな。あーごめんなさいごめんなさい、疑ってすいません。63ゲーム、でも化けっぽいけど、ごめんなさい、疑ってごめんなさい。よかった63ゲームチェリー。あ、今日パンカンですね。今日はね、レギュラーボーナス入ってないですよね。レギュラーボーナスは入ってないですよね。入ってます。入ってるらしい。外れです。レギュラーボーナスなかった。そう、今日ファンカーなんですよね。だから最悪軍資金が尽きたらファンカーで当てて高山支店に売ろうかなって考えてたんですけど、外れてしまいました。 OK、 はい、 OK。 本日初の箱でございます。もう全部入れよう、全部入れてもう帰ってくるなんて言おうと。ゼリーからのビッグよ、やったやったをかぶることはなかなかいないです。これでついに並びましたね、22の22。お、合算も147分の1になりましたね。ずっと150いくつとか160だったのに、まあ3と4の間ぐらいですかね。まあだからそう考えるとますます4じゃないのかなっていう気はしてるんですけど、ちょっと最後にえぐいハマりはやめてくださいね。せっかくまだプラスにはなってないけど、まあまあ取り返したんですから。おお、光った414。おい化けかい、タン化けかい。ちょっと今のハマりは痛かったです。414 93、ギリ単独ビッグ。おー、ビッグだ。よしよしよし、1850枚なんでね、あと1回ビッグ引けば逆転かな。まあ、とりあえず200まで回してやめますかね今日は。はい、お、よかった、150。まあこれでもビッグでも、あ、違う、1000、あ、そっか、勘違いしてました。2万7000だから1350枚か。あ、1350枚か、めっちゃ勘違いしてた。 あるかな、そしたら、まあ、ちょっと負けてるか、もうちょっと本当絶妙なところなんてまだちょっとグラフも現れてないんですけど、ということで初日の実戦ですね、ここら辺で、終了にしたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。お疲れ様です。一発目、攻めのマイジャグ4ということで、投資2027本、1350枚、回収1442枚プラス92枚と、一応プラスです。 R の方が、26回と、まあ予想なんですけども、まあ設定差あるところね結構引けたんで、ね、タンバケ、まあちょっと落ちちゃいましたけど、388分の1、まあブドウはずっと良かったですね、6.1分の1。まあただね、その他がちょっともう悪くて、予想は4です。予想は、はい、勝ったんでね、なんせねプラスなんで、はい、初日はまあこんな感じで26回でちょっと足りないですけど、プラス収支で終われてよかったなという感じですね。ちょっとギリギリまで打ってて見えなかったんですけど、パッと見た感じはまあ各機種にやっぱり入ってるなっていう感じですね。特に強いのはアイム、結構そのベースが高いかなっていう気はしました。
アイムは後から取れますね、いい台。朝一、まあ、アイム以外のなんか機種に座って、まあ、ダメだったら抑えのアイムっていう形で。それでは、初日の実践はこの辺で終わりにしたいと思います。明日もよろしくお願いいたします。おはようございます、小籠包です。この店舗さんアプリあるんですよね。今日の朝ですね、見てたら並びというか塊で入ってるっぽいなっていう感じだったんですよね。特にアイム昨日だけかはちょっと分かんないんですけど、まあちょっとそこもですね加味して今日は行こうかなって思って、あるちょっと足りてないんですけど一歩下がってゴージャグを狙おうかなと。それでは間もなく抽選なので行ってきます。6番のお客様。はい、6番です。ここら辺行っておきますか。本当は邪魔になるんで角がいいんですけど、ちょっとです、ね、並びである可能性もあるんでちょっとここにします。真ん中ですね。早速レギュラー100回目指して頑張ります。ゆきちナイン帰ってきましたということで、1番ファーストゆきちくんお願いします。今日はもう1番で抑えたいからね。前だけでも全然良かったんですけど、まあちょっと動画的なことも考えて、まあ、毎回ジャグラー、毎ジャグ行くのもあれかなと思いまして、まあ、今日の結果次第では、明日行くかもしれません。お、入った、早い。62回転はい、ビッグ OK、 いいよ、投資2本。まあまあ、まずはビッグで出玉を、持ち玉を作ってっていう感じですね。もう昨日みたいなことにはなりたくない。はい、早かった。次も頼みますよ。まあ、やっぱ朝一の位置だと今違いましたね。まあどうなんだろうね、昨日はあんまり良くないだけにうーんっていう感じではあるんですけど、ゴージャグ判別がしづらい本当に。まあ一応、まあ、ブドウとレギュラーですかね。ブドウも3種類あってややこしいんですよ。あの共通ブドウっていうのと単独ブドウ AB っていうのがあって、その単独ブドウ AB には設定差がないんですよね。なので共通ブドウだけを数えなきゃいけないんですけど、まあ、その見抜く方法としてこのバーですね、このチェリーが上にある方のバーを枠上か上段に押すと、そう、この中段に揃うブドウ、バーが上に止まって、これが共通ブドウ、これが設定差のあるブドウなんで、これを数えていきます。単独ブドウはこれが1コマ枠上で、まあ、ブドウ、サイ、ブドウから揃うブドウと、これがズルンって滑って同じ形かな、ブドウ、サイ、ブドウから揃うブドウが単独ブドウなんで、それは除外。合算で数えてもいいんですけどね、共通ブドウと、単独ブドウ、レギュラー確率もまあ合算でいいのかなっていう感じですね。ブドウが良くてレギュラーの合算も良ければ続けようかなっていう感じです。まあ、ちょっとねやめましょう、さすがに959回回してバケが1でしょ、共通ブドウ 8.6 ってもうめちゃめちゃ悪いんでやめます。まだ空き台もまだあるんで、もうこれ当たりだとしてもしょうがない。はい、ちょっと見てきます台。はい、2台目もう、はい、ゴーゴージャグラーですね。でこの台が394ゲーム回してビッグ1のバケ2とで合成131分の1、まあ全然回してないですけど、まあ一応レギュラー R2 回引いてるで、まあ、ちょっと朝言ったんですけど、隣がねなんか並びでなんか入ってるっぽかったので、昨日ちょっと怪しかったんで、僕の左隣がもう今716回転で5の5なんですよ。その隣もかなりいい感じなんですよ。まあこの台も別にいいんで今のところ、はい、まあ、2段構えで。ちょっと隣の方がやめられて後ろに移動したんですよね。この台より全然いいんで、この台もまだ悪くはないんですよ。ブドウがちょっとまあ悪いんですけど、ちょっと移動します。すいません、何回も移動して。
ガーって下がっちゃってるんですよ。まだプラスなんですけども、一気にガーって下がって、合成がね、114分の1で、ビッグ号レギュラーなので、レギュラーの確率もさらにいいんで、いきます、228から。まさか必殺の、あれですか、おじいちゃんが座ってたんですよね。おじいちゃんってめちゃめちゃ引き発揮するじゃないですか。僕あのご高齢の方が座ると設定が2から3上がると思ってるんで、近所にまあまあね、えぐいお店があるんですけど、たまにうちに行くんですよ僕、近いから。毎回おじいちゃんがセントセイヤで出してるんですよ。そのおじいちゃん僕シルバーセイントって呼んでるんですけど、すごいんですよおじいちゃんおばあちゃんは引きが。おー468、R、ちょっとコイン減っちゃったけど、はい、本日やっと3回目ですね。3回目の R、 はい、 B か。おお早い、4ゲーム昨日と合わせてやっと R30、 R ビッグですね。はい、R です。ちょっと箱入れようかな。フリーレッグですね、初めてかな今日。いやいいでしょう、まあ、前任者と合わせてですけど3193回回してね、ビッグ12レギュラー15ガサ118分の1、まあ、中間とかはね全然あると思うんですけど、1はさすがにこれで1って言われたらね、もう何も信じられませんよ。ちょっと本当に昨日のデジャブなんですけど、また中間なのかなって感じはしますよね今のところですけど。本当に、まあ、またこれでハマったら1とかね、これで連チャンしたら6とか言い出すんですけど、ちょうど5000ですねこの台の総回転数が。うわやっぱなブドウめっちゃ落ちた、落ちたっつってもでも 7.0、まあ、全然いいですけどね。合算が、まあ、17の19で139分の1ですもんね、まあ、3と4の間ぐらい、最初に小ゼロクといい、いい放ちで4だと変わり、挙句の果てに下なんじゃないかとね、いう始末ですよ。あー光った308、ちょっと本当にどうしようか迷ってました。ビッグがいいです正直。もう出玉が壊滅してる、半壊してます出玉が。あーだと思いました、だと思いました。おーこんな目でめちゃめちゃ嬉しい。54回転、もうこういうのも大事ですからね今。出玉、まあビッグが欲しいです。はい、それとりあえず出玉を確保。もうほんと中間の位置ですね、ちょっと悪くなれば下だし連チャンすれば上っていう感じの。うわーマジかー、もう確実にマイナスです。ここへ来てですよ本当に。おー引かないと思った、ちょっと遅すぎるよ257。うわもうマジですか、そっちの方向ですか、 R を増やす方向でこの企画通り。まあ、マイナス1機ですけど750枚なんで同士がで今350とか2ビッグで逆転できますね。おおこれレアチェリーですね。ビッグだと思います。はい、サプライズ、もう元気もなくなってきました。
サザラはもう100枚あるかないかぐらいでした。残り20分ぐらいですかね。まあとりあえずまくったらもうや終わりにしましょう今日は。おお来た、202。これはもうビッグで、お願いします。バケなんだね、バケだね。はい、R を稼ぎに来ました。はい、おお、マジで7。よしよし、いけるかもしれん。マジで OK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 。 あと1回あと1回。うわ、なんか急激にテンションが上がってきた。いや勝ちたいな、勝ちたいな。もう本当にあと一歩、あと一歩。まあ400枚ぐらいでしょ。これの時点で勝っ、うーんですよね。20枚足りませんでしたとか言って負けるのも嫌だからね。まあバケでもやめますか、早かったら。はい、もうマッハで加速装置でお願いします。いきます。はいはい、あら、閉店です。はあ、しゃあない。お疲れ様です。2日目終了しました。トータルがですね、投資15本750枚ですね。回収が633枚、マイナス117枚ということで、残念結果となってしまいました。というか最後多分あれ即読みしてたらプラスでしたね。ちょっと誤りましたね、目測を。枚数的にはですね、今昨日のと合わせてマイナス25枚ということで、まあ2です。はい、今日は2とします。中途半端にいいっちゃいいんですよ。まあ最終的にもブドウの確率 7.4 とかそんぐらいでしたね。かつ合算もまあどんどん下がっていっちゃったんですけども、まあ言っても中間ぐらいなんで、まあそれを加味すると4かなって、ぶっちゃけた話すると勝ったら4って言おうと思ってました。ただ負けたんでマイナスなんで2とします。今日はちょっとね店内の方回ったんですけども、僕の台とその隣の台はまあ並んでたかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけども、まあやっぱアイムですね、一番目立ったというか、やっぱ並んでるのがありましたもんね。もちろん個別の台もあったし、まあ不発の台もあると思うんで、もしかしたら個別に見えて隣も実はそうだったっていうのかもしれないですし、48、半分も届いてない、ゼロではない可能性は。まあ現実的なことを言うと、まあできるだけはいつけます、 R を最後までっていうのと、まああと大きな一番の目標はプラスにしたいですね、せめてということで、明日ラスト、泣いても笑ってもラスト、よろしくお願いいたします。おはようございます、ショロンポです。3日目最終日ですね。泣いても笑ってもやっぱ毎尺かなと、一番ねパンチ力あるんで。でその中でもちょっと見てたんですけど、3日間じゃないですか R100、 3日間ずっと据え置く台ってあると思うんですよ。203番台、ここがですね、一昨日初日ですね、初日が45-45で95分の1、これ間違いないと。次の日が32-19でレギュラーがちょっと悪いんですよね。これだけで見るとどうなのかなって感じなんですけど、合算してみたんですよね。合わせたら R64 なんですよね。でそれを割ると236分の1なんですよ。6の数字なんですよね。ビッグは、まあ、もっとすごいです。77回なんで196分の1。これも6ぶっちぎってるんで、もしかまあ据え置いてたとしたら、まあ、合算でもう6の数値なんで、もう最終日なんでちょっとこれでかけたいと思います。保険でまあアイムもあるんで、ダメだったらアイムにちょっと逃げて、はい、これからそうですね抽選なんで、はい、行ってきます。よろしくお願いします。7番の
はい、はい、おはようございます。うわうわうわ、あ、大丈夫かな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 、よし、オッケーオッケー、撮ろう、オッケー、撮れました、よかった。はい、それでは無事狙い台撮れましたので、こちら最終日マイジェルグラフォー、もう最後なんでね、本当にお願いします。1番ファースト、もういいってね、くどいってね、別に面白くないのに。これが本当に僕の読み通りだったらすごい綺麗に終われるんですけど、終始プラスそれか R100、 もうどちらかを達成したいです。本当に自分を正当化するわけでもないですけど、おお光った、230、投資6本ですね。ランプは普通の、おーし R、 いいよいいよ、はい、初 R、 ターン R ですね。本日初 R でトータル49回、 49R、 おお先ペカー、25、早い、チェリーかな、はい、チェリー重複ですね。あ、 R、 R、 チェリー R、はい、やっとこれで R50 折り返し地点来ました、やっと来ました、やべ、お、ごめんなさい、今もう完全にカットしようと思ったんですけど、ごめんなさい、お、変わった、しかもゴールド、もう絶対カットできないやつ、はい、いいですよ、テリービッグ、おー光った、109、早い、単独、いいね、単独 R、 すごくいい、めちゃめちゃいい、3日間で一番いいんじゃないか、今日が幸先、おう、1ゲーム、色は普通です。いやもうビッグでしょ、ここはビッグでしょ、右から押すか、おー、あるかいあるかい、まあまあいいですよ、はい、設定看板的にはいい、設定要素的にはターン R6 です、はい、ありがとうございます、簡単でした、単独ビッグ、49、よく光る、テリー、おお光った光った光った、帽子付きの55、あーごめんなさい見えないですよね、はい、テリーバケ、いいよいいよ、マジでいい、飲まれました、もうブドウが 6.5 でめちゃめちゃ悪いんですよね。チェリーも 35.3 分の1、タンバケ371分の1、チェリーバケ2回743分の1、バケだけですね、いいのは、まあもうちょっと打ちましょう、とりあえず、はい、移動してきました、この台見てください、まあ、898回転なんですけど、総回転 B6R6 で合算74分の1、もう3日間ずっとね来てくださってるあのお姉さんがいるんですけども、その方がね打つって言われて、ちょっと回転総回転足りないんですけど、まあまあめちゃめちゃいいんで腐らせないように頑張ります。52回転ですね今、で20本目です。まあさっきの台もいいんですけどね、悪くないんですよまだ、レギュラーの確率いいし、まあ、ブドウも良かったんで、もうあれは完全に根負けですね、はい、まあ、でもなかったら打ってましたけど、他にちょっと完全に乱れ打ちというか、はい、中途半端な、はい、大移動でしたね。あんぐらいでやめるんだったら最初から移動すんなっていう、おー光った、101回転なんで、52からだから、ん、はい、
52だから49回転、うん、よかった。一応この台では投資2本で総投資21本。おー、19ゲーム、いいよ。うん、 R でいいってことで、この台では初 R、本日 55R ですね。あと 45R でですね、今15時です。こっから 45R、 はい、無理ではない、無理ではない。あー、いいね、連チャンするね。19ゲーム、チェリー、チェリー R、 いいです。追加投資ですね。もうなんでこうなるかね。わあ、遅すぎる、遅すぎるぞ。451、25本ですね。 R かい、 R かい、はい、おー、132、あー、ビッグだ。29本ですね、投資。おお、65、いいね。あー、うん、いいよ、いい、いい、もういい、 R、 いい、 R はいい。まあでもいい台でしょう。もう信憑性ないですよね、僕が言っても本当に。あー、ごめんなさい止まらんかった、手が。186ですね。化けるような気がするな。おお、すごい。おお、ビッグだ。やった、やった。うん、早いよ。おお、ビッグだ。よーし、ビッグ。おお、ビッグだ。箱入れましょう。近づいてきますよ、プライマイゼロまで。おー、ビッグだ、また。あー、さすがに負けか。2箱目いっちゃいます。2箱目初ですね、3日間で。いやー、これはね、マジモンですよ、 R。 はい、すごい美女がなんか外でお話ししたいって言ってるんで、ちょっとごめんなさい、行ってきます。なんかどっかで見たことあるぞ。なんかどっかで見たな。いや、お前お前やないか。いや、お前やないか。いや、来ちゃったよ、もう頑張ってるって聞いて、小籠包が。ありがとうございます、ね、頑張ってる小籠包、差し入れ。差し入れ、はい、買ってきました。あ、ありがとうございますね、これ、タバコね、まず男前レモンサワーよく、僕の大好きなこのレモンサワー一番好きなんですよ、ね、一番似合うもんね。一番似合うかな見たことないやろ、俺飲んでるの。そして、これ大好き。まだあんの。はい、芯からみなぎる、さっきまでみなぎる。これ、性だから、うん、別に俺、股間をペカしたいわけじゃないから。レギュラーボーナスみたいなさ。おい、誰が、R1、R1 やった、やったじゃない誰がレギュラーボーナスみたいな股間や。詰まって、あ、ほんまや。
何もツッコミもしないよねこれあのネタやりに来たんでしょ。いやいやいや、これももちろんそうだ、ショロップの応援もそうだけど、うん、ぜひエリニア街道伝説も見てください。おい宣伝会お願いします。結局宣伝会ね、6.89、まあ 6.9 ですよ。まあこれブドウが良ければね、本当もう文句なし6って言いたいんですけど、まあ、ちょっと 悪すぎるというか、うん、6っていうにはさすが難しいかなっていう感じで、まあでもだから5だと思いますよ。はい、5です。この信頼度のなさのカットインですよいいですか。じゃあ最後のおー来たー、 OK 173。R チェリー R ですね。お、2頭すごいですよね。僕じゃないですよ、隣のお母さんがすごい喜んでました。いいやつなんですか。あ、当たりが入ってたことにウォッチャブル枕に驚いたんじゃなくて、当たりが入ってたことにびっくりしたらしい。いやまあそれは入ってるでしょう、うん、まあ、僕も実際確かに当たったことないですけどね、自分で。ちょっと見たいな、ウォッチャブル枕。おー入った4ゲーム、ウォッチャブル枕のことを言ってたら、あ、ごめんなさい、チェリー狙うの忘れました。あ、チェリーですね、多分、はい、単独だったら7バーベルが止まるはず。まあまあどっちでもいいです、アイムに関しては、うん、R が引ければやられていきましょう。もう残り時間ももうないです。パンカンが来たってことは19時なんで。おー、こんな目で憎い憎いぜ。176チェリービーク、よかった。まあだからね、ブドウがちょっとね弱いから170、うん、これハマってもちょっとね減っちゃうんですよね。おー光った59、早い。 R、おーシビック、おー4ゲームどっちだ。おービッグ、中止自体のプラスは結構硬くなってきましたかね。2000枚あるかな、2000枚ぐらいだかな今。 R 16回目か。それでちょっとね、最後はちょっと時間残して終わりたいと思います。お疲れ様でした。ということで R100 無事終了することができました。ありがとうございます。今日の収支なんですけども、ちょっとまあその大のお姉さんのデータも含んでるんですけども、4744回転回して、ビッグ22、R23 と回収が1941枚ですね。で、3台の投資が、1450枚なんで、プラス491枚で、これまでの収支がマイナス25枚だったので、まあそれも合わせると、トータル466枚のプラス。プラスで終わりました。なんとか終わりました。はい。もうちょっと R の方がですね、すいません。100にも全然惜しくない数値で、本当に申し訳ないです。この企画の趣旨なんですけども、まあ諦めたわけじゃないんですけども、まあちょっとほぼね、難しいなっていうことで、まあ、せめて、プラスだけではしたいということでですね、まあ、なんとか、そこだけは、守れました。はい、達成できました。お姉さんのおかげですね。なんかもう初日から、ね、講釈垂れて、これが6だとか、ね、ああでもない、こうでもないって。で、ちなみにあのお姉さんめちゃめちゃ引き強くて、3日間来てくれたんですよ。で、3日間で、満枚です。ちょだましたみたいで、1万600枚。ちょだましましたって言ってました。すごい本当に。
だそれぐらいおべんちゃらじゃなくて、はい、状況めちゃくちゃ良かったです。特に目立ったのがマイジャグ3ですかね。一番すごいなと思ったのは一番角台ですね。あとはゴージャグですね。3日間据え置きっていうのはあながち惜しかったんですよ。あそこ多分ゴージャグ多分3日間末だと思います、僕の予想。まあちょっとしつこいようですけど、まあ並びですね。特にアイムが分かりやすいかなと思うんですけど、まあ僕が打ってた台の隣もすごい良かったんですよ。左隣、まあ並んでると。であと奥の方のあれ何だったっけな、アニバーサリーかな、もうあそこら辺も3台固まってあったんで、やっぱそのまあ最低アイムだけでもまあ並びはやっぱあるんじゃないかっていうのは思いましたね。でまあゴージャグとかももちろんあるのかもしれないですけど、まあ目に見える形でそう思ったのはアイムコーナーですかね。まあ R100 は達成できなかったんですけども、プラスで終われたということで三角ぐらいは上げてもいいんじゃないかなと、はい、自分に甘いですけど、機会があるのであればもう一回やりたいですね。R100 っていうタイトルがついてる以上ですね、やっぱり100を達成させたい。 もし次回があればもう一回リベンジさせてください。ここまで見ていただいた視聴者様、本当にありがとうございました。またあれば、はい、お会いしましょう。それではですね、これから安全運転で、はい、ゆっくり、家に帰りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。